어르신들이 계시는데 어려? 그분들을 보며 어려워 어려워 今日あの養老院行くからね。アッパのあのハルモニ102歳の韓国のサービスエリア。寒い気がする。もう日本と似てるかな。じゃあ食べたい物は全然違うけど。食べたいものをちょっと見てみよう。もういいよ。アイスよ。ポテト。朝からザーザーミアンで。暑いでしょ。暑いよ。食べて。韓国でのうどん。どうですか。美味しそう。食べる？なんだよ。なんだよ。これが韓国のトンカツ。これがアッパこれ見せて。これが韓国の紙コッペ。これは春の朝ごはん。あん、먹어。먹어。春、먹어。はい、食べてみてください、これ。そうだけどすごい。どう？マルコ。何でマル？あれ重いさ。食べなくなんかみんなにあげてる。違うよ、シェアだよ、シェア。見てみて、何があるのか、これ。どら焼きです。そうだね。こういうの、キョンジュパン。これはね、サービスエリアだよ。多分、そうだね。お土産って感じかな。うん。美味しそうじゃない、イカのせんべい。美味しくない、これ。これ切れるの、これ。だからドライブしながら。そう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 。これ何だと思う？栗じゃん。そうそうそう。生の栗だ。そう。どうやって食べるの？そのまま食べるんだよ。岩盤。こういうの売ってる？あるじゃん、コンビニとかで。ああイカ。そうそう。こういうの美味しいんだよね、こういうの。私がなんか前どっかで食べたな。軍事の時よく食べてた。なんかチェジュ島行った時。ああ、そう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 。覚えてるね、よく。なんかユイちゃんがよく食べてました。重いんだけど、みかん。みかんでしょ、これ。卵だよ。え、卵？みかん。卵じゃないな。でも、え、日本はこんな感じで売ってないんだっけ？こんなまっすぐ売ってませんね。バラバラになってる。なんかこれさ、結構人気だよ。サイダー。うん。そしてアッパのおすすめはこれ。メッコル。はい。これ飲んでみてほしいな。え、やだ、なんで怖い。おいしいよ。マッコリじゃなくてメッコリって。こういうのもなんか人気があったよ。なんか前飲んでたよね。二日酔い。牛乳。こういうのでも日本人に有名なやつじゃん。みんな結構知ってるじゃん。ヨーグルトも最近こういうのも出てる。オクススのアイスって。オクススのアイス昔ね。なんで？うん。なんで食べたいの？いや、あの、有名人が食べてたから食べてみたい。BTS？
あ、見てこれ、ハル。なんかポロロの何かあるよ。ポロロの飴だ。みかん。なんだと思った？ハル。なんだと思った？卵。卵？ねえ、ここだと一個一個でしょ。また帰りまた寄るからいい？いやそんなたくさん買うとさ荷物になるから。3個。いやまた買ってあげるからだから。うん、違う場所でね。うん？ここは一個ね。いい？何それ見せて。これ。いいの？うん。なんかこれも買いたかったね。